する。冤罪だ。冤罪だ。冤罪。冤罪。縁をつなぐ罪なやつ。ということで今日は逮捕しません。いただきました。始まりました。いや、今日はなんかお隣になんか見回りの方ですか。はい、そうです。あの浅草橋の愛と平和を守りにパトロールに来たんですが、なるほど。思ったよりも平和な平和な街で、私の役目あまりなさそうなんで、はい、3月の2日にこの格好で出頭し、はい、いや連行しようかなしようかと思ってます。はい、そうですか。じゃあ始まりましたね。じゃあ行きたいと思います。はい、第48回鈴木平次の平次エイジ、始まりました。いや、驚きです。はい、もうなんか今日は、なんかね、本当にドキドキですよ。はい、逆に。あ、そうですか。はい、でも素敵な、あ、ありがとうございます。でも良かったですね、あの冤罪が晴れて。冤罪晴れて。そう、本当にあの、いろんなご縁つないでる素敵な方の罪なやつなんで。いやいや、もうありがとうございます。そう言っていただけると本当は。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。本当、まあね、石川さんといろいろこう、はい、まあ、あのこれから研究所で、はい、専任認定講師としてですね、はい、まあ、いろいろなこう男性の方へのこう、まあ、特に男性の方が中心ですけど、はい、まあ、こう授業をやったりとかされていらっしゃると思うんですけど、はい、ありがとうございます。ね、まあ、その中でですね、まあ、いろいろ今日、まあ、お聞きしたいなということがありまして、はい、まあ、今さっきね、罪ね、冤罪っておっしゃいましたけど、縁ってやっぱりご縁ってあれ、石川さんにとってご縁ってやっぱり一番大切にしてるじゃないですか。もういろんな方とね。本当にそうですね。もうこれは、恋の恋愛もビジネスもそうですが、はいはい、私で言うとやっぱビジネスだと、うん、私も一生懸命こう宣伝活動はしてますが、はい、今実際やっぱりこう仕事で、いらっしゃる方ってご紹介だったりとか、うん、あと以前会った方がまた連絡してきてくれたりって言って、もう本当に口コミとかご縁で今仕事をさせていただいているようなものなので、うんうんうん、縁で生きているっていうところはありますね。そうですね、はい、私も本当いろんな方にですね、うん、もう一人じゃ本当に人間って生きていけないなってことが非常にもう痛感してましてですね、いろんな方に助けられて、はい、こういろんな方からの本当もちろんご紹介もそうですし、はい、いろんな方からのアドバイス、うん、本当にいただいて、それをこうやはり、まあ、少しでもこう吸収できたらいいなっていう形でですね、はい、まあ、動いてはいるんですけど、はい、なかなか、まあ、そう簡単にはいかないところもありますけど、簡単にいかないですよね。そうですね、本当に、はいはい、でも、まあ、いろいろな形でですね、ご縁って大事だなっていうのは、ご縁大事ですね、とっても、ね、本当思いますよね。はい、実際にこう、まとかさんとはいろいろ、まあ、平次と、恋愛番長。番長。はい、番長。いろんな肩書きありました。すいません。恋愛番長と平次の、はい、プチ合コンとか、いろんな形で、させていただいてるんですけど、はい、その中で、まあ、気づきっていうか、やはり合コンに出た時もそうなんですけど、はい、いろんな男性、まあ、女性の方もそうだと思うんですけど、はい、こう、まあ、ご覧になっていただいてて、はい、やはりこういうところはやっぱり大事、まあ、もうちょっとな、こうな、したらいいんだなっていう、なんか気づきってありますかね。そうですね、これ合コンというか、はい、まあ、ちょっと私の仕事の視点でお話しさせていただくとですね、うん、もう、私って、まあ、本業というか、まあ、もう一つの仕事ですね、うんうん、は恋愛の研究をやっているんです。はい、でそうすると、まあ、ご相談にいろんな方いらっしゃるんですよ。はい、で必ず仕事運はありますか、うん、仕事の縁はありますか、うん、恋愛運はありますか、運と縁ってよく言われるんですね。なるほど、なるほど、はい、運と縁ね。そうなんですよ、うん、で、今のお話だと、うん、まあ、そういう、こう縁って大事ですよね、はい、縁ってでもなかなかできないですよねっていうことなんですけど、はい、私ちょっと考えたんですよ、運とか縁って、うん、やっぱりこの人に紹介したいなって思われるような人であるといいなと思うし、はい、それは例えば私も、まあ、以前こう合コンって現場にいたことがあるんですけど、そうすると、あ、この人ってなんか素敵だなとかいいなって思ってると、やっぱり参加されてる方がいいなとか、やっぱり好きだなっていう風に発展していくケースっていうのは私も以前見たことがあるんですね。っていうことは合コンもそうです、ビジネスもそうですけども、この人だったら、素敵だから紹介したいって思えるような準備ができているといいなっていうふうにいつも思っています。その準備って言ったところで、やはり一番なんか大切だなと思って私が思ってるのは、
今男性も女性もそうだと思うんですけど、やはりこうした方がいいよって例えば誰かが言っていただいたら、うん、まあ、言われたらですね、はい、やはりこう素直にこう聞き入れていただける方がやはり一番いいかなとは思うんですけど、素直大事です ね、 素直とかやっぱり謙虚さってとっても大事だなって思います。思います。もう見ていて合コンもそうですけど、はい、やっぱりその私の仕事だと、あ、この人ってご相談来られてるけど必ず良くなるだろうなとか、必ずこの方ってやっぱりその願いが達成できるだろうって、もパッと見てもやっぱり分かるんですよね。だから運とか縁って実はこう表というかその姿に現れているなっていうふうにいつも思います。うん、だから ね、その素敵の作り方とか、うん、あとはその、ね、その素敵がこう表面に現れるような生き方ってどんなのなんだろうっていうことなんかこうお話できるといいなと思ってるんですけど。そうですね、実際問題は本当にこういろんな方がやはりそのなんていうんでしょう、やはり出会いを求めるとか、はい、やはりそういう、こう機会を求めてはいると思うんですよ、はい、ただその中でやはり自分がこうやはり、まあ、表現もそうなんでしょうけど、やはりこう自分というか自分だけでこうなんていうんですかね、まあ、もうとにかくこうやっぱり男性もそうだと思うんですけど、喋らないようにしなきゃいけないんでしょうけど、傾聴しなさいよって言われててもとにかくもう喋り倒すような人とかいらっしゃるじゃないですか。みんな喋りたボーイ、喋りたガールですからね、本当は ね、そこはやはりこうね、直してほしいなとか、まあ、ちょっとこうした方がいいんじゃないかなっていうことはね。そうです ね、 ありますよね。やっぱり人の話聞いていて傾聴するって大事ですけど、はい、聞いている姿って時々ちょっとこうガラスとか鏡にふっと映った時って、うんうん、チェックするといいかなって思ってます。自分で聞いてるつもりの態度でいても、はい、実はなんかこうなんか目がそぞろになってるなとか、なんかこう落ち着いてないなっていう部分って、やっぱりこう他人の方が自分のことをよく見てますからね。ていうかむしろ自分の顔って自分の目にこうペッて目が張り付いてるから、はい、鏡通してじゃないと自分の顔って見れないんですよ。だから実は顔ってかね、その大人になると顔に責任を持てってよく言われますが、これってこう他人から見えてる姿なんだなっていう風な客観的な目を持てるといいな、うん、そうするとこう傾聴する態度とかもやっぱり違ってくるんだろうなっていう。なるほどね。でもやっぱりこう先ほどね、まだ先生がおっしゃってたように、はい、運って運とか縁ってやっぱり姿にこう、はい、やっぱりご自身になんか態度にあられるんでしょうね。はい、今日ちょっとお伝えしたいなと思っていたのが、その、運とか縁をつかむ、うん、あいうえおって、このあいうえおの、まあ、言葉をお伝えできたらなと思っていました。聞きたいですね、はい、それぜひ聞かせてください。はい、はい、あいうえおの、うん、この母音のあいうえおってあるんですが、この後ろに必ずあん、いん、うん、えん、おんってうんをつけると意味が伝わるかなと思います。おお、すごい、それの意味は一つ、はい、きますね、はい、はい、案っていうのはやっぱりその、まあ、案ですよね、うん、プランとか計画、うん、だから、例えば合コンに行くにしても、うん、そこに行くために例えばどんな風な行動をするかっていうプランが立てられるといいと思うんですよ、うんうん、なるほど。で、そうするとですね、必ず因、これ因というのは原因の因っていう字で考えるといいかなと。このままの状態で行っていいのかな、で、そこに足りないものって何なんだろうな、原因ってあるのかな、はい、この課題って何なのかなっていうことをやっぱ考え抜く力って必要かなと思うんです。なるほど、うん、必ずやっぱりその結果があるっていうことを、ね、まあ、自分が良くないなって思うような結果って必ず原因があるので、はい、その原因を自分でこうしっかりこう考えていけると、見つけていけるといいなっていうふうに思うんですよ。で、よくみんな運が欲しいって言うんですけど、うん、実はこの運って安と陰っていうのがないとうまくいかないかなって思うんですよ。ただこうね、天からパラ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 ってこう、ね、運が降ってきたらいいんですけど、うん、やっぱりその、まあ、どんな風にやっていこうかな、でもうまくいかないな、どうしてかなっていうことを考えて試行錯誤しながら行動していくっていうことをしてる人にやっぱり運って巡ってくるんですよね。だから仕事してない人が金運が欲しいとか仕事運欲しいってやっぱり難しいじゃないですか。うまくいかないっていうことは何か原因があるっていうことをやっぱり徹底的にやっぱり追求するとか考える必要があるかなって思います。なるほど。安、陰、運、運が あって自分に 運、うん、運も必要ですけど、よく言われるのは縁ですよね。そうですね、ご縁ですね。でここを、まあ、合コンとかだと非常に大事だなって思うのが、うん、例えばそうですね、
まあ、その出会った人との縁も大事ですけど、はい、いや別に私たちを敬ってって意味じゃないですよ、うんうん、でも例えば合コンをやってる主催の方とか、その合コンをやらに至った例えば人脈って誰だったかなっていうことを一生懸命考えるのも必要かなと思うんですよ。そうですね、こういう方はやっぱり大事にしてると、今回うまくいかなかったけどあの人いい人だったよねって、でも今回は、そのメンバーと会わなかったけどまた誘いたいよねって思われるような縁の作り方って大事かなって。これってやっぱりこう感謝をするとか、うん、なんかいろんなとこ気遣ってくれてありがとうとか、楽しく過ごせてありがとう、いや別に私たちのことね、感謝してくれる意味じゃないですよ。でもやっぱりこのことがうまくいったこともそう、うまくいかなかったこともそうだし、まあ、あとは、まあ、合コンだけじゃなくてですね、自分が良かったなっていう良縁だけで出会えればいいと思う人いるんですよ。で中にはこんな人と出会いたくなかったって悪縁もあるんですけど、うん、結構何かが変わるきっかけって悪い縁というか嫌だったなって思うぐらいの強いショックがないと人って変わらないところあるんで、どんな人とやっぱり出会っても、あ、まあ、縁があったからこういうことに出会ったんだよねって、あの時はちょっと嫌な思いしちゃったけど、でもこの人がいたから考えるきっかけができたんだよねって、あ、まあ、よいいとか悪いとかはともかく縁があったから良かったって思うこと。そうですね、はい、実はその縁、今の話が恩で、うん、やっぱりやっていただいてありがとうありがとう、もちろんありがとうって返すことも大事だけど、はい、その人がやってくださったねぎらいだとか、うん、その周りの人の縁ってどうしてできたんだろうということを深く考えてると、もう感謝しかないんですよ。そうですね、その縁の、それをやっぱり何かの形で、うん、すぐにはできなくてもいつかこの人に恩返ししていこうとか、あとは、ね、その人のおかげで例えばいい恋人ができました、うん、っていうことはこの人に何を恩を返すべきかなって、あ、じゃあこの2人でいる幸せだっていうことをずっと、あ、ね、おかげさまでこうやって幸せになったんだよ、こうだったんだよって伝えていくのも恩返しだと思ってるんですね、うん、あなたのおかげで幸せなんだよって。だから実はその縁とか運とか欲しいっていう人いっぱいいますけど、まあ案考えるね、やっぱりプラン考えることも必要ですね。因、まあやっぱりその何がうまくいかない原因かの因ね、原因を考える。あとは次は運、運ってもちろん生まれつきもありますけど、やっぱり後天的に自分がこのことが欲しいっていうことをしっかりつかみに行こうっていうのは自分の行動でやっぱり運って決まるものだと思ってるんですね。で縁、縁は、やっぱりまあ皆さん公平にあるんですけれども、それをしっかりつかめるか、この人と、ね、長くお付き合いしたいか、これ恋愛もビジネスもそうですけれども、やっぱりその縁を構築していく、まあ、その縁ができ、どんなことでどの縁ができたかっていうことをいっぱい想像していくっていうことが大事。そうすると恩ができて、はい、どうもありがとうって、ね、こうやっていつも、はい、こう婦人警官の格好してで、ね、こうやって動画に出られるのも皆さんのおかげなので、そう、そうやって恩がつながっていけばいいな、恩返しができればいいなって。なるほどね。アン、イン、ウン、エン、オン。今日は本当にね、それだけ覚えるだけでもね、はい、全然違いますよね。本当ですか。よかったです。気持ちの問題で、やはりその言葉をね、覚えるというよりは、そのね、なんていうんですかね、その一番大事なところ、やっぱプランも大事だし、はい、よくプラン・ドゥ・シーってよく言うじゃないですか。PDCA ね、はい。だけど PDCA って言うけれど、はい、なかなかそう、これはビジネス、はい、ビジネスだけじゃないんですよね。はい、いろんなこの婚活のことに関しても、まあまあ、プランは大事だし、はい、やっぱ計画は立てなきゃいけないし、はい、でやはりご縁は大切にしなきゃいけないし、はい、運も大切にしなきゃいけないし、最終的にやっぱありがとうという本は大切にしなきゃいけない。ここにはつながりますよね。はい、でさっきやっぱヘイジさんがおっしゃってて、すごくいいなって思ったのが、はい、やっぱりいろいろ教えていただいたりとかしたことも感謝だしっておっしゃってたんですけど、うん、はいはい、最初の案というプランのところで言うと、はい、自分だけで考えてもやっぱり限界があるの で、うん、そうですね、そういうことをやっぱ教えていただいたりとかしたことっていうのも、まあ、全てあいうえおにつながりますけど、はい、それもね、やっぱり縁があってとか運があってっていうことなんじゃないかなというふうに思います。本当にもう気持ちの問題で、これ一番大事だなって本当に思いましたし、今日の授業の中でこれだけ覚えていただければね、皆さんたち男性の方もね、非常にあれだと思うんで、まあ本当に今ね、なかなか時間なくなっちゃいましたけど、3月31日あれですよね、もうあとちょっと 数秒しかないですけど、31日に ね、 ね、またね、イベントあるんで、それもね、はい、告知します、はい、3月の31日に相模原で、氷読玉というところで、プロフ写真、着物写真を、撮れる素敵なイベントをやります、うん、こちらに来るとですね、180度印象が変わるすごく素敵なイベントを今しっかり計画しております。近いうちに Facebook の方で、イベントページも立ち上げます。他のところでも告知していきますので、ぜひご覧いただけたらと思います。皆さんの例えば
SNS だったり、LINE とかのねプロフの写真なんかもそうですけれども、やっぱりプロの方に携わっていただいて素敵に仕上げていただくと、さっき申し上げたみたいに印象も良くなるかなって思いますので、はい、ご覧ください。はい、今日は本当ありがとうございました。石川先生、もういろんな形でありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。